はい、ドレミさん、今日は10月16日ということで、ドレミさんが生後9ヶ月になりました。ということでですね、恒例の体重測定をねしようと思います。いつも1ヶ月ごとに体重を測っていってるので、今回も例のごとくこの体重計でいきたいと思います。なんかここら辺紐の残骸が。まずはですね、測り方なんですけれども、僕が最初にこの体重計に乗って、その後この子を抱えて乗って、体重の測定の仕方なんですけれども、まず僕がこの体重計に乗って、その後この子を抱えて僕が乗って、その差し引きでいつも通り出したいと思います。はぁ、モテるかなちょっとやだな、怖いね。かわいい、でもかわいいから頑張るよ。では早速乗っていきたいと思います。ドレミさん、どいて。何キロでしょう。 78.6。 ではドレミさんを抱えて乗りたいです。きつそう。114.4×78.6 は 35.8? 35.8 キロです。35.8 キロ、ベイビー。もうベイビーじゃないのかな、パピーちゃんじゃない、子犬ちゃんじゃないかな。10ヶ月でもまあ0歳児だからな、まだまだ子犬でしょうでも 35.8、 だいたい36キロになりましたね。だいたい36キロガール。参考までに、この子がうちに来た生後2ヶ月の頃は体重が 9.5 キロでした。で、先月の生後8ヶ月の時に確か体重が34とか35キロだったんで、少しずつまた増えてますね。おー、何がワンなんですか、お猿さん顔目。なんだ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 、元気だなぁ。もう元気すぎて人暴れするとマットがもうぐちゃぐちゃはい、とりあえずですね、少しずつ体重が増えてきますね。一気に大きくなる6ヶ月7ヶ月、その時はもう終わって、ここからはちょっと長い期間をかけてどんどん大きくなっていきます。なんなんだよお前、ワン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 、犬か。元気だな。君がおとなしくなる未来が見えないよ。俺、ドラミ、あ、間違えちゃった。ということで、皆さん、生後10ヶ月のグレートピレニーズ子犬、性別は女の子の体重は 35.8 キロになっていました。ということで、今日はここまでで、ものすごく元気なこの子の相手をして、僕は休みたいと思います。はい、じゃあバイバイって、ドレミバイバーイ。